何です。私結構前に共感性羞恥で苦しんでいますって動画出したんですよ。まあ、見てない方はぜひ概要欄の方から飛んで見てほしいんですけど、でまず共感性羞恥が何かっていうと、人が恥をかいてる場面だったりとか怒られてる場面を見るとね、なんか自分まで恥ずかしくなってしまう現象のことなんですよ。でまあこの現象に陥ってしまう人ってかなり多いらしくって、じゃあ私はどうかっつうと、まあもうその共感性羞恥がバチボコにひどいと。ドッキリ番組とか M ステのタモリさんとアーティストのフリートークとかが本当に見れないんですよ。でその共感性羞恥について話してる動画を出した時に、たくさんの人から、私も共感性羞恥です、〇〇なシーンとか〇〇な場面とか見てられなくなりませんかみたいな、そういうコメントをいただきまして、その度に私はね、あ、わかる、こういう場面を見れんわ、あ、わかるわかる、こういう場面を見れんよねってとにかく共感しまくったわけですよ。ということで今日は前回の共感性羞恥の動画のコメント欄から抜粋した、みんなが共感性羞恥を発動する瞬間、これをね紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。学校やバイトで怒鳴り声が聞こえると相手が自分でなくても心拍数爆上がりでした。あ、私はねそういう怒鳴り散らかし系の説教よりも、学校でほらよく見たやん、怒られてる生徒が最初はヘラヘラするも、途中からガチで説教されてることに気づいて、どん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 顔がさ真剣になっていくあの瞬間、私はあれを見るのが本当に苦手でした。おい、たくま、おいちょっと立て。え、俺っすか？え、なんで俺？え、なんで俺？よかげん立てて。え、はい。お、やめろ、おいすんな。おい、たくま、お前なんでこがんことしとって、自分が何したとか上がっとって。はい、先生。あ、今、伸ばせるとこじゃなかったぞ。はい、覚えてます。どこが上がっとって、ニヤニヤすんなぞ。はい、先生。みたいなさ、説教中に周りの目もあるし、あの、おちゃらけキャラをね、突き通そうとするものの、あの、予想以上にブチギレてる先生にどんどん詰められて、どんどん顔が曇っていくあの男子生徒を見る時の、俺ら共感性羞恥の気持ちわかる？いや、これね、説教されてる男子生徒を見て、うわー、怒られてる、こいつ恥ずかしいって思ってるわけじゃないとって。このキャラを突き通すことに失敗して落ち込んでる男子生徒の姿が本当に辛いの。一本グランプリに出る一発屋芸人が答えるとき耳と目を塞ぐ。あ、わかりすぎてやばいし、ここの腹も痒いし、もう大変。これね、言いたいのが、一発屋芸人を面白くないと思ってるからじゃないのよ。あの、明らかに違うお笑いのジャンルの人がいきなり大喜利を始めたらさ、不安になるやん。だけんが失敗せんかなとか、変な空気ならんかな、滑らんかなってね、いらん心配をしてしまうわけよ。まあ、でもさ、その点ホリケンってすごくない？あんだけいつもさ、スタジオを変な空気にさせる能力持っとるとにさ、大喜利ってなったらめっちゃ強いんだよ。すごくね、ホリケン。意味わからん。YouTuber がゲスト出演してるバラエティ番組を親と見てる時とかすごく恥ずかしい。YouTuber が発言するシーンとかになると、ああ、頑張れ、頑張れって言いながら、私はいつも耳塞いで薄めしてる。これはさ、やっぱあの YouTuber ってさ、芸能人と違ってさ、すごく親近感があるじゃん。だから知り合いを見てるような感覚になるわけよ。友達が大物芸能人と喋っとるみたいなさ。うわ、話振られてるぞ。ほら、いけいけ、頑張れって。喋る喋る。大丈夫？って感じになるんですけど、あの、これわかりますか？仮に私がもしテレビに出るようなことがあればですよ。芸能人に話を振られてもね、手をこう口の前にやりながらこうやって、あ、そうっすか、いや。え、全然自分。つって会話全く弾まず広がらずで、一番やべえ地獄みたいな空気になるんだろうね。京好きとかみんな騒いでるけど、私共感性羞恥で見れない。あ、私京好きは見てないけどね、狼ちゃん見てたんですよ。あれを見た時は、あの、一番の見どころと言っても過言ではない告白シーンとか、狼ちゃんを発表するところとかをこう何秒もね飛ばしながらこうやって固めでこうやってなんか乃木坂みたいなポーズしながらこうやって見てた。これは、あの、恥ずかしいとかじゃないんですよ。あの、感情移入しちゃってこっちまで辛くなるんですね。恋愛でさ、誰かが悲しい思いする姿とか涙流す姿ね、見たくないんですよ、私は。はい、まあ、今こうやってあのいい人アピールはある程度したので、今後何かしらで炎上してもね。いや、ニナニちゃんはあの狼ちゃんのやつとか感情移入して見れないんですよ。そんぐらいいい人です。でね、あの、誰かがきっとあのツイッターとかで擁護してくれるはずなので、はい、あの、安心です。小学生の係でお笑い係っていうのがあって、そのお笑いがくっそ滑ってむっちゃ地獄の時間だった。お笑い係やばいね。共感性羞恥のね、ブンブンじゃん。それ大体おちゃらけ男子がやってるんでしょ。なんかさ、その係を作った先生の底意地の悪さ尋常じゃなくない？こちとらずっと配り係だったよ。私配り係のプロですからね。席替えしたばっかの席でもサラッサラーとノート配られてましたから。
あとちょっと生きてノートをこうやって軽くブーメランみたいに投げてましたね。こうやって投げて人の机に置いたりしてね、あの大体落ちてましたけどね、あのほこりだらけになってました、すいません。自分のバリを堂々動画とかシラフの時に見れんのとかも共感性周知、それもそうだと思うよ。だって私あのよくね、友達が酔っ払ってる時に動画撮ってそれをね見せたりするけどね、あー見せんね見せんねって言われるもん。で私も YouTube 上に一回出した動画とか絶対見れないし。あ、ね、思い出した、あのさ最近一番ねすんませんってなった自分の動画があるんですよ。私あの中3の体育祭の時に応援団長をやってまして、でねその時の応援動画をなぜかバーバが持っとったっさ。その時の動画がねもうね共感性周知の私にしてみればまあ地獄地獄、もう恥ずかしすぎるから絶対に見せませんけど、なんかね張り切ったうずさばり、優勝は緑組ですねとか冬場の足みたいなガッサガサな声で叫んでの張り切って、開始30秒ぐらいで私も見るのやめましたよ。いやもう二度と見ませんよあんな恐怖映像、しかも緑で。こんなこと言ったらね、あの歴代の緑組の団長さんにすごく失礼なのかもしれませんけど、緑で赤組黄色組青組緑で。黄色は太陽、青は海、赤は炎、まあいろいろあるじゃないですかコンセプトが。緑は何、苔。まあ私よくねあのネギを前歯に挟めたまま人と喋るけんさ、まあ、別に緑でよかったかなそう考えるとって思うけどさ、けど緑。チャンネル登録お願いします、何でもするから、インスタはしたから、チャンネル登録